劇場版ブルーロックエピソードなぎ。2024年4月19日についに公開された作品、皆さんは見に行きましたでしょうか？結論から言えば最高の作品でした。ということで今回は劇場版ブルーロックエピソードなぎについて徹底考察したいと思います。なおブルーロック第257話ブルーロックエピソードなぎ第20話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。そもそもエピソードなぎとは公式スピンオフ漫画として別冊少年マガジンにて2022年7月号から連載開始された本編と同じ世界線のなぎが主人公の物語です。スピンオフ漫画となるんですけども、本編同様に原作者のですね金城先生がネームを担当しているので本編と同じクオリティとなっています。ちなみにですね単行本4巻まで発売中、ぜひとも興味ある方は読んでみてください。そんなエピソードなぎなんですけども、タイトル通り基本的には主人公のなぎ清志郎の目線でストーリーが進んでいく物語。なぎの相棒であるレオ目線になることも多くなります。そんな劇場版エピソードなぎについてですが、なぎとレオのキャラクター解説、ストーリーの見どころ、映画オリジナルシーン、エピソード原宿、主題歌、続編予想、なぎの今後、これについて見ていきます。まずはメインキャラクターであるなぎ清志郎と見かけレオについて簡単に解説します。チーム V の得点王、凪清志郎。オリジナリティ溢れるプレーと、それを実現する天才的なサッカーセンスは、ブルーロックナンバーワン。そんな天才凪清志郎の外見はというと、目までかかるほど長い白髪と、端正な顔立ち。そして意外にも190センチと体格にも恵まれてるんです。しかし何事にも、無気力でめんどくさがり屋な性格で、全サッカープレイヤーが羨むようなポテンシャルを秘めてるにもかかわらず、やる気のなさが目立ってました。しかし潔に敗れたことで覚醒。サッカーの楽しさに気づき、熱中するようになります。そしてブルーロック5号棟最強と歌われるほどの実力を持つナギ。類いまれなるサッカーセンスと天才的なトラップが織りなす予測不能のプレーで、5号棟得点ランキングではバローと並ぶトップタイの10ゴールをマーク。希代の怪物ストライカーとして読者に衝撃を与えましたよね。そんなナギ清志郎は潔のように自分自身の目と頭脳で巧みに試合をコントロールする司令塔タイプでもなければ、バローのようにフィジカルに物を言わせ無理やりゴールを量産するストライカータイプでもありません。しかし一度パスを受ければ必ずチャンスにつなげることができる絶対的なチャンスメーカーであり、1を10にも100にもできる存在。味方のプレー次第でいかようにも化ける選手と言えるでしょう。そんなナギの過去はというと、もともとサッカーに一切興味がなかったものの、その天才的サッカーセンスをレオに見出されブルーロックにやってきました。そして現在開催中のネオエゴイストリーグではイングランドチームのレギュラーとして活躍。イサギ率いるドイツ戦では5連式リボルバーフェイクボレーを決めて世界中の度肝を抜く活躍を見せ、年俸8800万の評価に。しかし第239話ではフランスに敗れると、まさかの4500万ダウンで年俸4300万円。さらには第246話ではイタリアにも敗退し、ラスト1戦残して凪清志郎の年俸はなんと4000万円とボーダー争いに巻き込まれることに。一変死んでこい、ふぬけ、どうせ偽物や借り物のエゴじゃこの先通用しねえんだからよ。しかし第246話ではバローショーへの痛烈な言葉を浴び、第247話では SNS にて消えた天才あるある一発やあのゴールはまぐれなどと叩かれ、一回先に勝ってからなんかおかしいんだ俺、あの熱が戻ってこないっつうか、ずっと迷子みたいな感覚で変わり続けなきゃ、世界一には届かないって理解した、変わる俺を、俺に新しい熱をくれ。ついに第247話では凪清志郎は決意し、さらなる進化を遂げるために歩み始めるんです。チーム V の司令塔、見影レオ。サッカー歴半年でありながら、フィールドを支配する高いサッカー IQ を持ち、同じ司令塔ポジションである潔を何かとライバル視しています。そんなレオの外見はというと、紫色の髪と紫がかった瞳。非常に整った顔立ちで、高校では女子からの人気を欲しいままにしていました。そして実業家の息子という恵まれた環境にいたがゆえに、非常に自尊心の高い性格をしており、自らの望みを叶えることを最優先としています。しかし、父親仕込みの人心掌握技術で巧みに人の感情すらも支配してしまうリーダーシップも合わせ持っており、チーム V では周りとの亀裂を生むことなく立ち回っていました。ちぎりと国神が能力特化型の選手だとしたら、レオは全てのパラメーターが超優秀。第61話で潔が評価していたように、見かけレオはバローやちぎりのように特筆した能力はないものの、フィジカルやスピード、テクニックなど全てのパラメーターがハイレベルなのが強み。いわば100点満点以上の武器を何か一つ持っているのではなく、全て99点なのが見かけレオというサッカープレイヤーなんです。加えてその戦術眼で中盤から試合を支配し、チームの心臓としても機能することが可能。サッカーを始めて半年という驚異的なキャリアでありながら、恵まれたサッカー IQ と運動神経でブルーロックの猛者たちに引けを取らないポテンシャルを誇っています。そして三次選考ではオールラウンドなパラメーターと分析に長けた戦術眼を最大限活かし、他人のプレーをコピーするカメレオンスタイルを確立。そしてフェーズ2では潔と同じく数歩先の未来を見ることができるメタビジョンの領域に足を踏み入れました。特筆した身体能力や武器はないものの、優れた戦術眼と高いサッカー IQ で試合を支配する見影レオ。潔と役割
りが似ていることもあり、ライバル関係にある2人の今後の展開に期待。そんなレオの過去なんですけども、何でも手に入る生活を送っていたレオは、お金では買えないワールドカップのトロフィーに魅力を感じ、サッカー選手を目指すようになり、同級生のナギの天才的なサッカー選手を見出し、ブルーロックへとやってきました。そして現在開催中のネオエゴイストリーグでは、ナギと同じくイングランドチームのレギュラーとして活躍するも、フランス・イタリア戦に連敗したことで4000万まで上昇した年俸はなんと3400万円まで減少。そして第247話では23人に残るためにナギと共に決意。ちなみにこの時にですね、俺にアイデアがあるとレオが言っていたので、レオはスペイン戦で何かを試すでしょう。ここからは簡単にエピソードナギについてあらすじを紹介します。細かいストーリーは漫画や映画を見てほしいので、起承転結形式で簡単に触れるだけにします。天才とは一人では決して天才たりえない生き物である。見つける者がいて初めてその輪郭をなす。この冒頭の言葉が全てを表すようなストーリー展開になっています。見かけコーポレーションの御曹司のレオはですね、経済的にも自分自身のスペックにも恵まれて、望んだものを全て手に入れることができていたので、俺だけの唯一無二の宝物が欲しいと願うようになってですね、そしてレオが見つけたのがワールドカップ優勝という夢でした。そんな中、同じ学校の階段で落としたスマホをですね、足でトラップするナギと遭遇。この天才的なナギのですね、ボールコントロール技術に目をつけたことで、ナギとレオの物語がスタートするんです。お前はゴールの狙えるところで俺のパスだけ待ってろ。だからナギ、お前は俺だけを信じてサッカーをしろ。イエスボス。その後はマイペースなナギに手を焼くものの、所属する白鵬高校サッカー部の初試合となる超強豪である青森ダダダ高校との試合では、ナギとレオの圧倒的な実力とコンビプレーで得点し、その姿が試合を視察に来ていたテイエル・アンリの目に留まってですね、2人をブルーロックに招待することが決定するんです。ちなみに明言はされていないと思いますが、青森ダダダ高校のモデルはおそらく青森山田高校かなと思います。ちなみに青森といえばネオエゴイストリーグにも残っている青森のメッシ西岡はじめですが、もしかしたら西岡もですね、青森ダダダ出身かもしれません。とはいえ白鵬対青森ダダダにですね、西岡の姿が見えなかったので詳細は不明。次に起承転結のショーのブルーロック編ですが、ここからは皆さんご存知のですね、本編とリンクしたストーリーになります。皆さんご存知のブルーロックでの最初のテスト、鬼ごっこ。もちろんチーム Z と同じようにナギとレオのいるチーム V でも鬼ごっこが実施。序盤にですね、斬鉄にボールを当てられ鬼になってしまうナギはですね、俺が負けて帰ると言ってですね、座り込むんですけども、ナギを脱落させるわけにはいかないレオが代わりに鬼になり、斬鉄を鬼にすることに成功。しかしその後、斬鉄が壁に向かって放った無差別シュートがレオに向かうと、あーそれダメとですね、見事なボールコントロールでナギは蹴り返し、それが青森ダダダのエース波岡に当たり終了。そして次に点である一次選考の開始編。本編でもおなじみのですね、一次選考ですが、チーム V 視点でチーム Y、W、X、Z との対戦が描かれます。まずチーム Y 戦では本編でもおなじみのニコイキが登場。潔たちチーム Z も直面したように、チーム Y 戦ではですね、レオの目論みとは外れてチームメイトが個人で点を取ることに固執し、お団子サッカーを展開。連携やコンビネーションで崩すとは程遠い展開に。しかしそんな中でもナギ、レオ、斬鉄はですね、個人で崩しきり圧勝します。その後原作第7話ではワニマ兄弟の率いるですね、チームダブルにも快勝し、そしてあのバローを率いるチーム X との試合が開始。本編でもバローとナギはですね、何かと因縁めいたやり取りがあるんですけども、元をたどればこのチーム V 対チーム X に起因します。世界一は一人の王って意味だ。ニコイチで仲良しごっこしてなら地元でやってろ、奴隷コンビ。試合の方はナギやレオを擁するチーム V が圧倒するものの、バローに煽られまくったナギが珍しくバローにぶち切るシーンが描かれます。世界一になるストライカーってのはな、死ぬまで孤独なんだよ。とはいえそれでも煽り散らかすバローに、ナギはバローに見せつけるようにですね、レオからの超高速グランダパスをノールックで寸止め、かかとトラップしてゴール。試合後にバローはですね、ナギをエゴイストじゃねえかと認めており、ここから二人の因縁はスタート。ちなみにナギがエゴを初めて実感したのもこのシーンになります。そしてケツである一次セレクションのですね、チーム Z 戦です。ここはですね、基本的には原作やアニメを見てる皆さんならご存知の通りのストーリーとなります。今回のアニメオリジナルシーンについてですが、大きなアニオリシーンはそこまでありません。最も大きな見どころはラストの日本代表対アンダー20の日本代表のマッチでしょうか。戦いそのものは描かれませんが、この試合前のシーンではナギに対してレオが声をかけたりと、エピソードナギはとにかく2人の描写にこだわっている作品というのが分かるシーンが多いです。逆に漫画版にはあるけど劇場版ではなくなっている細かい描写などもあります。例えば白鵬高校ではレオは女子生徒からモテモテなんですが、そのシーンがカットしてあったり、レオのチーム V 内で開催したおかずのトレードマーケットがなかったりと、細かいシーンはカットとしてあるんですが、これは劇場版の尺に合わせるためなのかなと思います。ただ見てる方からするとストーリーが非常に分かりやすくてスッキリしてて見やすいと思います。
また入場者特典のアナザーブルーロックエピソード原宿は必見。細かい内容はぜひとも皆さんに映画を見てもらってからエピソード原宿も見てほしいので、ここでは簡単に触れるだけにします。時間軸的には2人が出会ってからダダダ高校戦が決まった後になります。ナギとレオがダダダ高校戦前に原宿にスパイクを買いに行く話なんですが、2人の友情シーンなどが描かれているので、ファンの方はぜひともご覧ください。他にもですね、秘蔵イラスト公開や作者のインタビューなどかなり満足度の高い特典になっているので、ぜひとも手に入れてください。ちなみに入場者特典の第2弾はアナザーブルーロックエピソード表参道で、その情報も少しだけ公開されています。そして大注目の主題歌は AAA でおなじみのニッシーさんとスカイハイさんによるですね、共作のストーミー。ブルーロックのファンということで、作品愛あふれる素晴らしい楽曲に仕上がっています。 YouTube の予告映像でも主題歌が少し聞けるので、まだ聞いてない方はぜひとも聞いてみてください。そして今回の劇場版エピソードなぎでは、二次セレクションのライバルディバトルが開始して、そこから本編とリンクしているので、シーンだけが抜かれて一気にアンダー20日本代表戦まで飛んでいます。なのでエピソードなぎの映像化の続編はおそらくないんじゃないかなと思います。また注目したいのがアニメ2期は放送開始が確定してるんですけども、その時期については未定。今回の劇場版で2期についての情報も公開されるか SNS では噂されてましたが、2期の情報はなく、おそらく2024年の下半期から来年2025年の上半期のどこかだと思います。最後に凪誠士郎と見限れおについての考察です。ブルーロックには2人の主人公がいます。1人は本編の主人公潔陽一、もう1人が裏主人公の凪誠士郎です。凪以外にもブルーロックには潔をライバル視する糸志凜やバロー、カイザーがいますが、その中でもエピソード凪というタイトルで主役になるなど別格の扱いを受けており、潔について主人公格のキャラクターが凪なんです。そんな凪は第246話ではイタリアに敗退し、ラスト一戦を残して凪の年俸は4000万とボーダー争いに巻き込まれることになるなど、考察界隈ではですね、凪はアンダー20ワールドカップの日本代表メンバー23名から脱落するというのが定説。この考察は以前このチャンネルでも考察したので、こちらの動画もぜひともご覧ください。しかしエピソードナギを見て脱落するにしても、ナギはお役御免になるキャラではないことがわかります。最終のスペイン戦ではレオの秘策もありますし、仮に敗北してナギは23名から漏れても、国神のように別ルートで復活しアンダー20ワールドカップに出場するでしょう。可能性としては怪我人が出てナギが23人に繰り上げ選出、そしてこれは可能なのかどうかわかりませんが、別の国で出場し日本代表の前に立ちはだかるブルーロックの裏主人公でもあるナギは、脱落するにしても選出されるにしても物語終盤まで潔と切磋琢磨するキャラクターだと思います。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。